こんにちは。本日ですね、2022年5月20日、金曜日で、ございます、まあ。サムネにもあるようにですね、千葉ロッテマリーンズ激震、不協和音、プロ野球界の隠蔽体質みたいな記事の中でですね、里崎、三郎、岡田、今江、福浦、などなど、千葉ロッテマリーンズ OB がですね、内監督体制にですね、クーデターを、企ててる、結束してっていうような、記事が、出ましてですね。もう表にね、出てしまったものは仕方ないんで、このままね、隠れて行動しててもですね、多くの人に迷惑かかるというところでですね、いろいろね、言っていかなきゃ、いかないということですね。まあ、この件はですね、まあ、いろいろ事情が、ありましてですね。まあ、こういう形で報道されている。あ、ちょいちょいちょい、待って。そんなわけない、何、クーデター。おい、神妙な顔して始まったけど、そんなわけない。ちょっと待ってくださいよ。まあ、出てるんですよ。しかも5月20日。俺の誕生日にわざわざあげ、たまたま狙って。俺ごときの誕生日にそんなわざわざ狙って、やんないね。これはしかも、黙ってたら、エンドレスまた言われるのよ。俺も、本当どこのね、チームでも厳しく言ったりすると、里崎は楽天のことが嫌いなんやとか、あのシート問題ね、まだ引きずってる方もいるんですけどね、許せんぞとか、日本ハムビッグボス、里崎が嫌いなんやと、そうチェック、日本ハム薄い、そんなことないんですよ。でも1対0とかになると薄くなっちゃうんですよ。言うことなくなるんでね。あと、ロッテにね、対して言うと、反井口やから、厳しい、嫌いやから、そんなんないから、嫌いとかアンチとかね、怒ったことを言うのが解説者ですよ。日頃どんなに甘い自分に都合のいい意見ばっかり吸い上げてんですかね。ということでね、今日あったんですよ。愛のリサーチしてたら、まあ、この愛のリサーチなんかっていうと、昨日テレビで見てたら、XJAPAN の YOSHIKI さんがエゴサーチを知らなくてですね、エゴサーチって何ですかってなって、そのエゴっていう名前がダメだって言って、愛のリサーチがいいって言ってね、これ広げていきましょう。愛のリサーチしてたら出てきたの、この記事が。俺多分すぐ気づいたかもわかんない。朝9時55分に出てて、あ、そんなでもないか、お昼ぐらいに気づいたから、でもすぐだね。なんかロッテ球団関係者がしかみつらでって、誰だよ関係者って、聞いたことないよ本当にね。井口采配の選手たち不満爆発でですよみたいなね。吉井コーチかとはもう反りも合わず、吉井コーチはもう球団にはとかね、いろいろ書いてあるわけで、そのね下に来るのがね、井口監督は瀬戸山元代表、石川本部長の監督手形でベジャーから背戻してみたいな感じで書いてあって、最後にここからよ。問題はその機運を見越してロッテ OB たちがクーデターを企ててるという不穏な情報を手に入れたって。楽天のフロントに入っている三郎ファームディレクター中心の、一派ですと。45歳。楽天二軍の今江、岡田コーチや野球評論家の佐々木智也氏45歳。もう46歳になってるんだよ。5月20日誕生日だから。今日だからもう46歳なんだよ。今も球団残る福浦和也打撃コーチを通じて、球団オーナー一族に接触を繰り返してるようですと。佐々木の今後の影響にも、今後の活躍にも影響しかねない。井口監督 VS ロッテ本流の制作争い。目が離せない。書いてんだけど。すごいね。どっから情報が出てくるんだろうね。こんなこと。ね。です。で、佐々木じゃあ、どうなってんだっていうね。火のないとこには煙立たないぞと。ね。そんなちょろちょろしてるから、こんな風に疑われたり、こういう記事が出てくるんじゃないのかっていうね。ところで、もう俺の名前使うのやめてほしいね。何回も言ってるけど、俺、結構高いよ。工事だとの、多分、俺の年俸払えないよ。下手したら監督より高いからね。っていう中でよ、サブロを中心の一派。どんな一派なんだよっていう。俺、サブロ派とかじゃないからね。しかも、まあ、仲いいとか、仲、まだ一派じゃないでしょ。仲悪いとか言われるけどよ。で、まあ、ここからね、やっていこう。ね、接触を繰り返してるみたいなね。まずね、サブロね。そうだね、コロナになってから連絡一回も取ってないね。俺多分、ちゃんと話したの、サブが引退する時じゃないかな。あの時以来多分、で、一回ね、会った。まだサブが、ロッテの、何やったっけな、なんとかなんとかっていう方、引退してまだ肩書きがあった時。
に球場で一回会ったことあるけど、それっきりだね。それ以降電話もしてない、話もしてない。でしかもコロナだから球場でも会うことないしね。だからもう企ててるって、もう俺引退して8年になるけど、その球場に一回会ったと引退試合会っただけだから、多分2回話したこと。おいおい、そんなこと言ったらお前寂しいなと、お前友達いないのかって言われるけど、用もないのに連絡しないじゃん。企ててるも何も連絡取ってない2回だけ。岡ちゃん、岡田ね、岡ちゃんなんて、岡ちゃん引退するときに話したかな、連絡もらったかな、話したかな、それだけ。それ以降コロナになってるから球場も降りれないから、解説席から見ることあるけど話してない。結局で電話もしないし、かかってもこない、話してない。で次、今井はね、年1回会うのよ。12月に知り合いの人とかプロゴルファーの人とかと一緒に年1回仲良しゴルフ会みたいなのはね、あと薮田さんとか金沢とか、あと横山かな、楽天のとか、あと誰来てたかな、まあ来るのよ、野球界と、あと女子プロゴルファーの人とかね、青木セリナちゃんとか。俺一回行けなかったけど、成田美鈴ちゃんとかも参加してた時あって、俺その時行けなかったけど、あと高島さんとか、それにで年1回12月に会います。年1回よ。あと電話することほぼないよ、何も。てか電話しない、しかかってもこない。で次、福浦さん。福浦さんはね、引退する時見に行ったね。でそこからまだコロナじゃなる前に球場で福浦さんコーチだから会うことあったけど、コロナになってからもう一回待ってない。しかも電話もないし、しない、まあ、特に用事もないしね。サブロー、岡ちゃん、ゴリ、福浦さん連絡取ってないからね、ほぼ。もう1年以上、多分1年以内の中で話したかことあんのゴリだけ、今。しかもそのゴルフの時、それ以外は全く連絡も取ってないのに、どうやって結託すんのよ、連絡も取ってないのに。びっくりだよ。俺以外の人は知らないよ、こんなこと言ったらまだあれだけど、俺も全く分かんない。でしかも福浦さんを通じてオーナー一族に接触を繰り返してるようです。福浦さんに頼まなくても接触できます。あと俺ロッテ本社の仕事とかめっちゃやってるから、いろんなこと、まあビックリマンもそうだし、いろんなことやってるから、そのロッテの本社の人とかも普通に話したりとか連絡もあったりとかいろいろするのね。だから別に福浦さん通さなくてもいろいろ別にそんなんできるのよ。わざわざ福浦さん通さないし、しかも福浦さんがそんなことしない、しかもそれどころじゃないでしょ。福浦さん今ただでさえ打線が低迷して打てないのに、そんなことやってる場合じゃないよね。もっと頑張ってコーチングして打てるようにしないといけないのに、そんなもん連絡係、しかも一番年上だよ、福浦さんが。一番年上だから、この、接触を、福浦さんにも迷惑だね。一番年上で、福浦さんそんなことするようなタイプでもないのに、福浦さん連絡しといてよ。言わないから。勝手にやってる、こっちで。こんなことあるんだったら。サブとか多分勝手にやってるよ。いろいろおかしい。もう、福浦さん通じてっていうのが一番笑うね。そんな、コマみたいに、俺ら、サブとかゴリとか岡ちゃんもそうだし、俺とか、福浦さん使わないでしょ、そんなの。しかも福浦さんがそんな動かないでしょ。そういうタイプの人間でもないしね。っていうことで、面白いね、記事が5月20日に出てきましたけども、こう、やっぱチームの調子が悪くなったら、こういうのが出てくるのかな。しかも俺、今日誕生日なのに、仕事をしてんのよ。バリバリよ。明日も熊本で野球教室よ、21日ね。だからね、まあね、出しとかないといけないじゃんね、こういうのもね。黙っていたらまたね、おひれはひれついてどうなるか分かんないからね。視聴者の皆さん、全くのフェイクニュースです。びっくりするぐらいのフェイクニュースです。もう笑ったね。まあこういうやつを作るのはいいんだけど、もう俺の名前入れないでほしい。全く関係ない。今充実してます、楽しいです。ユニフォームノンノン野球教室で十分ですか。ということでね、ま、何なんだろうね。わざわざね、動画に出さないとまたね、言われるからね、出して言いましたけどですね、誕生日にすごいサプライズ、面白いニュースが飛び込んできたんでね、今回、動画にして、皆さんね、こんなことはないと。サブもね、楽天で今首位なんだよ。岡ちゃんも今井も首位よ。そんなことしてる場合じゃないやろ。このまま楽天でリーグ優勝して、日本一になった方が、彼らも幸せやろ。明らかにね、だって優勝したって言って、日本から送り込んだみたいな、ファームもね、しっかり頑張ってるよっていうところを見せた方が、そんなことするよりもよ、楽天で頑張った方がいい、自分たちのためじゃんね。しかもこれで日本一になったら自分たちの功績じゃんね。そんなことちまちましないよね。
あと福浦さん、ね、今チームがね、下に沈んでて、特に打つ方が全然って言われてるんだからよ。自分もバッティングコーチでだよ。そんなことやってる暇ないよ。毎日せっせと練習して教えるしかないんだよ。みんな暇ない。で、しかも俺、誕生日も仕事、毎日仕事、ね。しかも、いろいろ楽しくやっててよ。やるわけないじゃんね、そんなこと。だから、このね、名前出てきてる人、全員がね、これをすることによって、幸せになる情報一つもない。今それよりも、幸せになることを持ってるしね。しかもそれをやらなきゃいけない大変な場所でもいるしね。そういうことを考えたらね、まあ、ありえないね。まあでも面白かったニュースです。皆さんもね、こういうのもあるんだなっていうのをね、楽しみながら、佐々木の誕生日を祝ってください。ということで、今回ね、千葉ロッテマリーンズ激震、井口、福浦、三郎、今江、岡田、クーデター、結託して格差かっていうね、ところの、動画、お伝えしました。ということで、皆さん、良い一日を。さよなら。